おはようございます。はい。はい。2019年。そうですね。新年初の。初撮り。ですね。そうです。はい。なんで二人とも帽子かぶってるの？いや、社長がかぶってきたんじゃないですか。いやいやいや。俺いつもかぶって。なんかもうデフォルトでかぶってますみたいな。俺ちょっと髪切って、はい、ここめっちゃ短いからなんか坊主なのみたいな感じに見えてるんじゃないかなと思って。いいじゃん別に。お前坊主なんかそれ。坊主でいいよ別に。はい、はい、やるよ。力みまんさんという方から。力みまん、男性の方です、はい、質問が、不必要な力みについて。リーさんの動画を参考に最近やっと発声練習だと喉仏を下げた状態で高い音も出せるようになりましたが、ポップスを歌うとどうしても喉仏が上がり、喉仏の下がへこんでしまいます。これは不必要な力みなのでしょうか？ちなみに喉が痛くなったりはなく、その他首周りに力みは特にないと思います。お返事をお待ちしております。どうですかこれ。はい、とりあえず私たちこうやってなんだ発声がどうとかってやってるじゃないですか。喉を上げましょうとかさ、もろもろやってるじゃないですか。これ別にポップス歌う時とかカラオケ歌う時そんな喉開けなくていいっすよっていうね。そうですね。あくまでその喉が開いて、喉仏下げて喉が開いて、そういう声が覚えられて、でその方向性を分かっていったらポップスとかミュージカルとかの曲にも応用できるよっていう、応用できるっていうことをお伝えしてるわけですよね。だからこの方がポップス歌ってここが喉がなんか上がって、まあどういう声の出し方をするかにもよりますけど、そうですね。あーって出すんだったら絶対上がるよね。そうそうそう。上がるに決まってるし、別にそれがダメなことではないですよね。あーってどっちでもそこの中で選べるみたいなっていうのをやってるから。そうですね。って声出すんだったら下がってた方がもちろんいいと思うし、逆側の「ああ」みたいな声の場合は絶対上がる、自然と上がる。ミックスボイスですね今のね。だからそのまあその出し方にもよりますけど、一概にその上がってるからダメってことはないと思いますね。上がるよねそりゃ。なんだハイラリンクスってかって言うけど、それがダメ、一概にダメじゃないよね。上がるべき時は上がっちゃうってことだよね。ポップス歌うときは、特にそういうのミックスボイスとか使ったらなりますからね、それは。まあ上がっちゃいけないところで上がっちゃダメっていう。そうですね。当たり前のこと言ってるけど、上がっちゃいけない発声の時に上がっちゃダメっていうね。まあ伝わってるとは思うんだよ。そういうことですね。なので、まあこれだけに関して言えば不必要な力みかはまあわかりませんが、まあ違うんじゃないですかぐらいの感じが答えが一番妥当なんじゃない。まあそれは大丈夫、別にまあ多分まあそれだけで言うんだったら大丈夫だと思いますけど、まあそれ声を聞いた上でめちゃめちゃ締まってるとかあるかもしれないけど、ね、まあそれもね実際聞いてみないとそれは分かんないけど何とも言えないけど、この文章だけ読んだ感じだとまあ別にいいんじゃないですかっていうことですよね。ちょっと分かんないですけど、まあそれだけで判断はできないですよっていうことね。声上がるところで「ああ」今ちょっと良くない方やってることやってるけど、でもそれは今締めすぎてる「うんうん」っていう方をやってるんだけどと「ああああ」よくそのこういう声で歌う場合のやり方とそんなにこの位置は変わんないから、ここの見た目とかだけで判断はしない方がいいと思いますね。声の質とか実際の自分の辛さというか負担とかで判断する方がいいと思いますね。この喉の位置が上がってるからどうとか下がってるからうまくいってるとかってことでもないかなっていうふうに思います。ということでまあそんな感じで、はい、今日もありがとうございました。ありがとうございました。今日もありがとうございました。今日もありがとうございました。はい、そんな感じでありがとうございました。ありがとうございました。